配信を開始いたしました。お疲れ様です。あ、始まってますね。お疲れ様です。まだ誰も見てないか。今日少ないね。少ないですね。あー、あれか、深谷か。みんな深谷行ってるんですね。はい、直樹くんです。みんなあれですね、深谷に行ってますね。それだ。あそこのイベントね、なんかいろいろ練ってて面白いんですよね。確かに今回初代疎通らしいんですよ。それはね、僕も行きたいわ。サラーム。ノーバディプリーズ。まあ人集まるまで遊びましょうか。
りました。関西でやっているルールで、まあ普通に対戦を行っていきます。で、合計何勝したら抜けで、抜けた者同士で最後決勝戦やるみたいな、そういう感じ。もしくは時間制限をつけて、その時点で上位2名にするか。どっちがいいですか。そう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 。別に5勝ぐらいだったら結構かかるで。5周、ああ周回で決めるか。うん、5周はありですね。じゃあ5周で上位2名でいきましょうか。順番変わらず、多い順ですね。いや連勝じゃない、勝ち数、うん、累計の勝ち数数えましょう。それでは関西のルールパクリで行います。名前なんていうんですかね。丸パクリです。パクれるものは何でもパクっていきます。小物道がいいですね。さあ入りますよ。ゆうずるくんが1ヶ月ぶり、そしてみはるさんはヘイから帰ってきている。いきなりきついカードですね。これベが辛いんじゃないか。あ、さあ、ヘイドンがいるのか。これ DJ というキャラがね、強すぎるんですよね。なんでもございじゃない。DJ に勝てるキャラを用意しておかないといけんかな。僕は乱入したらいろんなことやりますんで。じゃあ、募集して、最終的に、勝ち数の上位2名でというぐらいの。さあ処刑が行われている。さあダブルキックだ。ジャッキックもガードにならない。追っかけたが逃げるしかねえ。さあ三春さんワンチャン、ワンチャンあるよ。だゆずる一緒、ゆりくらさん。
FA に勝てるキャラはね、ダルシムと、S 龍拳おすすめですね。あとザンギ、あとチェンリ。さあグリグラ、ヘイロン DJ は、はい、もう手を離せましたね。面白いかつまんないかでいうと、これつまんないブレイに入りますね。まあ、DJ 暗い判定が後ろに突っ込んでおりますので、出っ張ったところを殴ってもいろんな技が繋がらなくなります。先ほどの三春さんのジャンプ攻撃からのジャッキックも、それうまーい。さあ、うわー、強い目でやった。しかし、創造フェイロンは五分と言ってますよ。いける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 。ある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 あないね。さっき支援食らったのですね。さあ、こすれる技が全部強制の。これが DJ のとてもいいところ。さあさあさあ、えあれペコッとこけて、まあ矢頭が重ならないは重ならないんですけども、この矢頭ガードでね、だいぶやり直しになるんで中足。これは真剣が2ヒット、レッグ投げる、受け身なしよ。あっと、これ全弾ガード厳しい。あるない。
マイク音小さいよ、まあいいや、やり方わかんない。さあ、2ヒット、ピヨンない、ピヨレ。そう、あれ、ドンピシャでね、あのグランドに当たると2ヒットしちゃうみたいな、みたいなっていうか、そうなんだけど、超ぴったりだと思いますね。さあ、これは確定。サガットは多分隙間開かないんじゃないですかね。薄めだけどそんな変な判定じゃないんで多分開かないと思いますが、さあ端までは行っているので、まあ玉打ちがうまいわけではないが、端でもしのげるのがこのキャラクター。さあ終わりです。バイソンでやればいいのに。さあ2周目、メアルさん。はい、メアルさん。俺あ、負けて、あー、そっか。じゃあ今度はケツが分かっ変わっていく。じゃあ、グリグラさん、俺、ミカさん。あ、まだ。グリグラさん、お、ピヨったよ。4ヒット。まああれ、膝4ヒットだと結構いけるんですよね。近距離ショーキック2発だと意外と余裕、スタンダーにすると非常に強くなるんで、別にショーキック2回でいいんじゃないかっていう気はします。今のは確定ですね。多分何出してもダメ、何も出せないか。さあピヨッツ、さあさすがにピヨンない。うわーです、うわーですね。まあ一応なんか今日トパンガの運営をやっているとかいう変な甲府取りが向かってはいるようです。ここにチャンダルさん、あーそっち、ゆうちゃん、ゆうちゃんの方ですね、ゆうすけくん。はい、ということで直樹くんが2勝ですね。まあこれのように先で OK なんで。あーそうか。さあフェイロンは、あーそっか、これだけかけばいいんだ。そう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 、あーそうか、そうか。さあでもこれ全然もうだって準備なんか来たらわかんないですよ。そうっすね、もう全然時間半分でも。さあ、ね、あーっと、あれ強え、あれじゃあ、パイルとゆずるくん、はい、もう死にません、大丈夫です。俺さあ、バイソン有利とか言うけどさ、本当かいって感じじゃないですか。火力で負けてるんすよ。 DJ もそうだけど、ちなみにベガも負けてると思ってます。で、DJ 対フェイロンは今みたいにレッグ脚当たった時にほんのミリ歩いてタッチアッパーレッカーなんですよね。タッチアッパーも繋がんなくなります。いやー拾って死なない。あるあー、劣化神経打ったっぽいっすね今のは。あ、PECO さん、これはまた分かんなくなりますね。ミハルさんがきつくなるだけという。今これ2周目だよね。はい、結構川又、すずれくん入るぞ。だー名前
僕だね。あ、いや違う、ペコさん、川端くん、ルールを説明します。入る入らない、どっち？ OKOKOK、 じゃあ3人に説明します。5周回して、まあ、普通にランニングしてて5周回した時点で勝ち星の多い上位2名が抜けです。で最後決勝戦やりますっていう、そういう単純なルールなんですけど、まあ負けた順に並んでもらう形になりますんでよろしくお願いします。でこの3人じゃんけんしてください。最初はグーじゃんけん、おい、はい、じゃあペコさんから残り2人じゃんけん、はい、次ね。でキャラクターは自由です。あー勝ち抜いたらそのキャラ固定です。しばらくは勝ってる間はね。ということでもう2周してますので2周目ですね。これあ、これは順番は決めてない、あの毎回入れ替わるから、うん、というわけで、次が、川又しずめ2回戦の順になります。これが負けたら、なるほど。ここでペコ川又しずめが参戦。さあどうなるやら。今のところユーブル3勝、ナオキ2勝、この2名がトップですが、もう全然わかんないですね。うまい、まあ、S 剣は DJ キラーの上位に入るでしょう。が DJ マッパーほんと強いですからね。やばい、3段、飛び込んで相模強パンが入るときはそれを選びたいところ。流行にはジャンプ攻撃を中攻撃にすることで相模強パンチ安田が入って、それピヨルですよね。チュンリーもたまに入ります、たまにです。うまダーツ、これ歩いて休まない波動がちょっとリスキーなんですよね。さあペコが勝利。というわけで負けた順に並んでおいてください。しずめ2回戦、みはる、なおき、グリグラ、ゆずるですね。覚えてるかね。ここで川又、まあ、この間東西戦でペコさん勝ってた気がするぞ。ペコさんもね、だいぶバーサスを引き始めてからだいぶ強くなったうちの一人です。おっと、さあ食らったのに歩き足払いで逆転したかに見えたが、まだ端が近い、これ低い、おーいいところで飛んでたが波動対決される、アッパ落ちない。さあさあさあ、ナイスシンク、数えてたけど飛んでしまう。やはりこうなると龍もね強いですからね。バイソン2体いるだけで、うん、さあ連携ジャンプ遠すぎた、遠すぎると体ランプすでも、確認されないですね。さあうまい昇竜、強昇竜、これ死にかく、あそう、マイクは大丈夫ですか、聞こえますか、聞こえてますかね。表投げられる、本人もどっちか分かっていなかった。おお裏切り、うーわー連チャンジャンプ見られている。
これはきつい。さすがバランスオッケー、ありがとうございます。さあ川又勝ってシスネ君、このルール面白いね、なかなか面白いと思う。さあシスネスタート、もともとエッサガを使っていたが、ヤヤさんにそんなキャラじゃダメだとそう言われて X サガットにキャラ変え、まあ、流星はかなりやってるはず。ふむ、さあ今強攻撃空振りしているので、これは今の前にも確定か。本当に止まれないのに押される、これがきついところ。まあ、下がったら打ち合いますので、ナイス、いいアパカ。おお、2、これはお気に入りとしては相当いいブレイ。さあ実行詰めた。さああそこで立ち込みこぼれるのはやっぱり要練習ですね。さあ弾き詰められて、あーっとこれたらナイス、だー閉じ込められて川端に連勝。さあ何使うの、いやザンギーにはだって勝っちゃったから。マジ？おお、なんかきつい。マジ？いや別に今やんなくてもいいですよ。これね、DJ だいぶこれはね、いや多分勝ち目ないですね。勝ち目ないです。よくやきます。カバンの打ち合いが強いもんね。そう、ちゃんとなんか、まああれだけどちゃんと DJ の打ち方をやってくる方なので、無理ですね。おお、歩き投げ。関東に川俣さんに勝つ文化はないです、DJ に。それだけ言っておきます。飛びを通したいけど、飛びを通してもあんまり竜は気にしなくていいような。そうなんですよ、うん、特に打ち合いに持っていくの自体はそんな難しくないんで、竜側はね。端っこに追い詰めた DJ だけど、あっと今の大昇竜めっちゃなーいって。そう、川俣さんだけは普通に歩いて大昇竜って落としてくるんで、そうなんですよ。やることないです。やることないです。え、まだ、3? いやー、このいや、そうですよ。大橋とか使ったら、使うのは問題ないですよ、もう。やるなら、目の前歩いてって、しゃがみショーキックとか、よくわかんないことを見せて、判断力を遅らせないと、空振ったら絶対なんで。いやいや、だ中央だと、竜下がってるだけなんで、スカるんですよ。要は。さあ、メガリュウ、メガリュウの解読はできません。あ、ほんとかよ。まだ音ちっちゃい？え、まあいいや。長周キックあれいけんだ。まあいけるか。ダブルに判定あんま強くないですからね。足払いは枯れるけど、うん、うおー、マジで今のも合わせるかよ。これは真空食らってしまった。いやーマジで、てか今立ち台キックに踏み込み押ししてた。あれ
直樹くんだっけ。あ、ナイくんでいいのか。で、グリグラさんで俺か。あ、そうだね。これ、このまま回んないよね。さあ、ぜひとも止めていただきたいところ。いやー、お、スカッタ、珍しくスカッタ。さあ、意外と、直樹くんと川又さんの相性はいいんじゃないかなと思いますが。さあ、これは、いやー、直樹くんもね、かなりたまにしか来ないけど独特なんでね。独特っていうのが、褒めている方の独特なんで。いやー、これやばい。多分四季さんとかしかやんないやつ。四季さんからタマさんがパクったやつ。あれ、大足にできるって2ヒットできるのやばいな。これやばいな。さあ、そのまま波動で押す、そこまで押して、いやー、歩く。いやー、一瞬でちゃんと龍川が卓に持っていくところまで、持っていくところまでじゃない、持っていくというね。いやー、スカル、いろいろ使ってファイヤーで燃やされる。いやー、両方使って、何あれ、ふざけてんだろ。さあ、ヘッドで、いやー、下がるね、下がるよね。さあ、もうね、龍の波動打たなくていいですよね、これね。いやー、待ってた。あー、使ってる、すごい使ってるよ。あー、待ってる。いやー、川松さん5連勝かな、これ誰止めんの。なんかバルログとか使える人いないのか。多分バルログの方がいいです。さあ、打つよ。どんどん打つよ。さあ、ちゃんと踏み込んで置いてある。あー、上通り。ありがとうございます。いやー、今のは多分逃げれないですね。迷路に踏み込んでくるとやばいですね。いや、レッカーあんだけど。さあ、しっかり拾って、でかいぞ。投げて、トーリー置いてある。めぐりにはいかない。トーリーが出る。うーわ、上が通らないのか。いやー、どうしよう、どうしようかな、どうしようかな、これ。今の心折れんな。え、この次誰、ペコさんか。ペコ、しずね、で、僕だね。そうです。さあ、川又全勝はまずいな、こっから。キーボードまだでかい、ごめんね。ちょっと減らせます。あれだよ、直樹くんの声がちっちゃいんだよ、多分。マジですか。直樹くんはね、もうちょっと大きい声で喋ってもらいたい。いや、コーラ何年前のネタだよ、それ。え、今飲んでないの。今あんま飲んでない。マジで。え、ちょっとフランキーみたいにコーラが原動力って聞いたんですけど。いや、正しくドクドクドクって言うて、炭酸が原動力なんで。ああ、そう
しかしこっから DJ でも端っこに置いてみたよ。二択で、あー竜巻逃げだよ。まあこれはうっつきゃないな、しょうがないね。川又が7連勝、やばい、僕 DJ とか使ってる場合じゃなかったわけですね。おとなしくバイソンにすればよかった。さあペコ、ここはいけるかも。これは先週ペコさんが勝ってたような気がしますが、うん、ペコさんがものすげえ勝ってましたねというでね、やっぱこうキャラが強いからみたいなことを言われちゃうんですけど、SK シンプルなんで、そうですね、少々って感じですよ。さあだシンプルといえば川又流も非常にシンプル、まあ、立ち回りは真空がある分流の方が強いかなという気がしますが、いや立ち回りはエスケンでしょこれ、まあね、さあいい重ね、しかし暴れ昇竜めくりの強勝利で受けるが、ここで飛ぶ端っこ、うわーっといい大キックだったけど対空できねえんだよと。この辺はね、キャラの特性ですから ね。さあ、燃えて押される、お、踏んだ、おいしい、かけ、やっぱ周りから見てるとね、あ、これは表なのかが分かるんですけど、やっぱプレイしてると分からないですね、もう画面が近いとダメですね。うまーい、痛い、これ今中足だったら切ってたかもしれない。いや、変わんない、変わんない、変わんない、うーわ、昇竜拳。さあ、川又が8連勝、ああこれはもうこのまま終わりそうな匂いが、いや、静音くんに期待がかかりますよ。え、これで3周目がまだ終了はしてないんだよね。僕の後、僕やって川内くんだもんね。しずねサガット、しずね君はね、もうちょっとスパコンを意識した方がいいかなと思います。弾はうまいし、飛び込む避けるとかそういう技術はちゃんとありますんで、ほうほうほう、うまい、いって、そう、打ち返しはね、上ソフトになる、マジでなんだこれは。川又対しずね、一周しているうまい垂直ジャンプ、これをとがめるにはどうすればいいか、そういう指導プレイですね。さあ、竜巻を勝って、さあ、一発当てた、そう、一発当てた後上級者は固まります。そこをつけ込みたいところここですね、上を見るんですよね。ああ、なるほど、ナイスカード、若い、うまい、ガーッ、さあ、しゃがみ中パンチが入ってしまって、あ、ま、ごめんなさい。さあ、このまま終わるかな、このまま終わっちゃいます。さあ、来た、お、やっと真面目に店員さんが、さあ、店員さん真面目に、まあ、ここはね、バイソン勝ちたいんですけれど、いや、バイソンはね、リュウが倒さないとね、倒さないといけないんだけど、相手は川又さん。うわー、あれ切れるんだ。遠目の飛びに対しては台足の方がいいですね、バイソンに対しては。さあ、抜き立って高いな、今の。さあ、こっから、さあ、ガードのまさには定評が、ファイナルって聞こえた、ファイナル聞こえたけど置いてあるな。ここスパゴンぶっ放したいんだけど、ぶっ放せないんだよな。今ちょっと歩いてたからね。ですね。まあ、ダイパーしかないから、ハートを打っとこうって。準備ガード。はい、ガンド。あれ投げるか。投げられた。おっと、今、スパゴン入ったんじゃないか。おっと、ミスったよ。まあ、そうですよね。さあ、逃げて、逃がしちゃって。ゲージ溜まって、おお、さあ、アッパー、アッパー好きだよね。
じゃあ、ピヨッ。さあ、2発でこの蹴り、3発でこの蹴り。これがバイソン。じゃあ、あんまり攻めるのやめ替えて。おぉ、一気に攻めた。止まった。ついに止まった。で、これで俺、9連勝だね。俺か。直樹君かな？わかんないです。もう、知らないです。どうキャラ？いや別に DJ でもいいよ。さあ、さてゴチゴチ、あ引っかかる、ヘッド。いや今の確定じゃないと思うんだけど。さあゴチって、まあこれはあんまりどっちがうまいとかはないと思います。さあちゃんと4ヒットしてるけど、さあ全部掴み、まあこういう全部掴むとかいうことをやる人が勝っちゃいますよね。さあ怒りの掴み返し、いやー待ってる、ピヨっちゃって、ピヨっちゃって、おおおお、誰、いいんじゃないですか、あれ彼が最後だから4周目ですね。みはるさん、グリグラさん、俺でいいのか。またさあ1回ぐらい勝ちたい、みんなそうでしょう。やばいな、直樹くんと俺並んでるんでしょ。だってあ、本当だ。うわー、めんどくせー。さあ、ここで4周目、あと2周、ジャンガーなるやつですね。うまーい。そう、画面端々に離れるとベガの攻撃が当たんなくなるんですよ。そうね、そうですね。そう、ダブル2が当たらなければバイソン OK なんで、スキバイソンはそれを軸にやってます。で、触りに来たヘッドプレスとか、デビルリバースをちゃんと対処すると、アッパーで、なぜかアッパーで、あ、フルタイクとかね、うん、さあ、直樹強いぞ。さあ、直樹がグリグラさんかな。グリグラさん、巡り合わせ、巡り合わせ待ち、リンネ5周目待ちで、この後は俺でしょ。あ、そうか。さあグリグラ、いやここはホイホイしたが、ここはね頑張ってほしいな、頑張ってほしいな。ジャンプ攻撃先取りされて前に歩いたの見えたら支援 OK です。無理でしょ。いや、もうボタン持ちしとけばいいんだよ。それなんかあれじゃないの、小山君がいけるっしょとか言ってみんなに押し付けるやつ、もしくはジャブレッカーを投げ抜け仕込み入れる。ああ、まあ、投げ抜け意味ないんだけど、はい、もうジャブレッカーですね。あの技3フレなんで、あ、そんな速いんですか。はい、ヘルロンのコパン全部3フレなんで。おー、肘は肘、しゃがみショーパン、あれもヘッパン、あの3なの、あの3。うわー、おい、直樹強いぞ。5連5勝で単独に、さあ、ユーズル次第になる。まだね、川又以外は抜け角ではないですから。ほんで、この後はテコさんか。テコ、しずね、2回転の順ですね。あ、違う、テコ、しずね、川又2回転だ。
うまい、見てらっしゃるが、何やったかな今。端っこが絡むとスパコンのタイミング変わりますからね。はい、なんか本当にギリギリ当たらなかった感じですね今は。さあ DJ 対バイソン、非常に難しいカード、両者難しいですからね。まずゲージを貯めれば優位に進めます。そして直樹の DJ 戦は実は相当うまい、ニコニコしてますね。さあ直樹くん感覚派ですが、なんかこう対戦に裏打ちされた正解を引くのがうまいですね。同じ死に方をしてたら次の週はちゃんと考えてくる、そういうタイプ。なんかそれ以上に破壊力を求める MB とはちょっと違うタイプですね。さあこれは、うわーいいめくり。さあユーズで勝ってテコ、ユーズでここを抜けられるか。勝ちたいよね、 DJ には勝ちたいよね。いやきついはきついと思う、負けてるんじゃねえかとも思うけど勝ちたい。さあ開幕飛んでいったペコ、そして長道ファンめっちゃ出て重ねていく。これはまあ S 剣、これは S 剣ですね。もう弾の打ち合いだけできついですもんね。これそう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 、足払いタイプがねやっぱり強いんで。うおー、あーこれは結婚パワーですね。結婚パワー結婚による強さ分ですよこれは。お、当てて、エアスラッ、うわーっと、飛び、これはいい飛びだ。ニューベガさんっぽい飛びですねアイスかよ今、アイスは DJ が狙っていくべきものなんで。ああなるほど、特に竜はファイヤーで追いつけないんだけど剣は全然あるよ。ああそうか。さあこれは端っこきついぞ、おっとアッパー落として勝ったの譲る、譲る5勝、直樹と並ぶ。あらら、しずね君やったことない、やったことないとね、きついよこれは。じゃがっとかなりきつそうだな、まあ、エリゴムゴミしてるとね、弱キャラ使ってる意味ないからね。これはもう、近距離のシャタイガーを、まあ、ソバットで抜けるっていう。ソバットで抜けるはしゃがみ系キックとかスパで負けるわしゃがみスーパー連打がもう終わってる強さだし、このね、中足の先端重ねが、うん、ガード一択です。ガードしか言わない。アパーか出しても当たんない。負けます、負けるんだ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 どんだけぶっ壊れ技ってことですよね。たまに負けるんですよ、はい、たまにアパーが勝つんで中足の方が安定ですね。シャムチューパンは、シャガットはあの歩いてしゃがみ強キックでなんとかなるんですけど、歩いてしゃがみ強キックに対してはシャガミチューパンと、ソバットが待ってるんですよ今度。あこれこれこれ、この前これはきついな。あきちぃ画面端は川端くん、ユーズル6勝、これで決勝に進むことができるか今のところはね。キャラ自由ですから。お、あ本当に川端健自信ありですから。自信ありです、ね、自信ありです、はい、でここでユーズルがカットするじゃん、7勝じゃん、僕が残り全員殺せば
逆転しますんで。今日も計算通りでしたね。同キャラだけは勘弁だ。同キャラ、またそうだ。つまんねんだよあれ。打ったもん。お互いの技が当たんないですから。そう。当たったらはめられるしさ。うまい。これは一気に比べたらまだ DJ は付き合えるかな。そうですね。というかもうこれは DJ 有利と明確に言っていいでしょう。うわあれも当たらんか。お、今双子に当てたか。おっと波動を食らいまくる。これかなり逆転。見てる。ここぞっていう時の上は見てる、見てますからね、川本さんは。ほんとね、上の見方は絶品ですからね。まず通らないですね。いや関東ではもう随一、まあ、世界で比べてもシューティング D か川本と言っていいでしょう。今ので流れを取り戻したか。いいねマジか。さあここからの川俣カウントはあまり意味がないんですけど。さあさあさあ、いやー言っといて負けるっていうね、お願いして負けるっていうこの虚しい感じですけどね。剣バイソン、これもバイソンからしたらかなり剣も結構嫌なんじゃないのこれって。龍剣で、あーここからだったら2択はやばいよ。剣の方が嫌っていう人多分いるでしょ結構。おそうでもない。剣の方があれだな、嫌だなやっぱな、うん、同じ同時キャラだったら。まあ緊張感があるという。今の巻き方やばいな。うまい。お、全部暴れてるよ。楽しそう。はい。出てない。またあんまり波動が当たらない。さあ、ゲージを持ったが、いやー、膝いって。ゲージを持って、アントビになって、吐かせて。さあ、距離が離れちゃうと、ちょっとバイソンもやりましょう。待ってる、待ってたね。このタンパは待ってるよね。待ってるんだよな。誰だ戻り。あ、ナイス君だ。ナイス君、まあ、まあ何でもいいよ、はい。今、ゆずるさんが6勝で、ナイス君が5勝なんで、はい、割と重要。しかし、よりによって剣になっている。バイソン有利ですよ。これ、はい、これ、どうなんですかね。まあ、数字つけるならバイソンだろうけど、やりにくい。まあ、まあ、膝がやっぱループしちゃうから、全然いける。もうこれ、はい、膝のループにクレイジーも全部ダメなんで。ダメですか。そう。アントビ自体はできるから、その後になんか、まあ、だかクレイジーあればまあ暴れはできるけど、気がつかないされてはいけない。もうゲージない時にされたら、はい、まあこんぐらい 7,8 割は覚悟で行くしかないのはまあ確か。だから溜まるまでは結構ガツガツ行かないでゲージダメ優先した方がいいかもしれないけど、波動モードになると溜めるとこがないみたいな。そう、剣はその歩いて大足とかヘッドに竜と違って多分できるんで。そうですね。そうだから、まあ、ゲージ溜めづらいから結構まあ全然竜とは別だと。ああ、あれやるんだ。やばいな。やばいですね。システムできてるな。はい、ラスト、みはるさんです。みはるさん、え、確定もちろんですよ。12勝してる。え、いや、俺と
ナオくんが1勝したかあんないからまだわかんないでしょ。俺が2勝ぐらいしちゃったら終わりだけど、これじゃあこのまんま川本さんに全部抜いてもらえばいいんですね。逆にでも 逆の逆で宮原さんがここから全部勝てばまだわかんない。そうですね。え、それ今やんの？それ今つける？それ今つける？それつけんのダメでしょ。なんかすごい、これ出が言うんですよ。だったら俺川松さんに負けるよ。いやダメ、踏んでダメ、踏んでダメです。逃げた。そう、とりあえずね、あれはベガは離陸が早いんで逃げられることもありますが、はい、橋はこうなるので、そうですね。マジなこれ。ベガもやっぱこう、橋に行っても投げカニで行くしかないんで、はい。13勝目、次グリグラさんかな。グリグラさんお願いします。さあ一応ね、もう一人来るって言われたんですが、どう考えても間に合わないんで仕方をしましょう。ラウンド1ファイト。さあこれは美味しい、美味しくて7割。さあしっかり待ってた。終わりましたね。いや川さん割り切るときは割り切りますからね。まあそこで、うん、逆に読み合いです。流れを止めるために思い切ることもある。そうですね、と思う。いやー、大アッパー勝利やんの、あれやば。アッパー勝利やんな、あそこで。いやー怖いなぁ、歩いてくんだもんなぁ。劣化圏恐れてないですよ、あんまり。そう、劣化圏多分ギリギリやっぱ劣化の外から歩いてくるのが多分うまいんだと思います。これぐらいと思ってたら、はい、歩いて投げられるっていう、このそう、多分開幕ぐらいで。ペコさんだっけ。あ、俺勝ったからペコさんだね。で、俺川松さんに負けたから俺だよね。俺、高校で終わりだ。はい、ペコさん。次、そうだ、はい、次します。そうだ、サカット DJ あんな感じです。なんかあれでも玉で勝負するしかないっていうぐらいの感じです。はい、端に行ったら終わりです。はい、あれ端に行かないようにしなきゃなんない。そうですよね。結構、もうでもエアスラ多分見てから上タイガーで結構消せばそこまで下がらないと思う。あ、様子見必要なんだけど、様子見しすぎたらこっちが打っちゃってて前進できちゃうっていう、この何にも余裕のない感じです。タイガーショットミスっちゃダメですね。ミスはダメです。ダメですね。ダメです。でも多分上タイガーはエアスラ見てから以外はいらないと思う。いらないですか。多分だったらなるべく下を連発し、できる限り連発したい。これ相当差ありますよ。あれ、キャラさんか。いや、キャラ差が、あ、キャラ差は多分7、3ぐらいあると思う。ありますよね。なんかかなりヤバいらしいですね。いや、しのいでるよ、しのいでるよ。もう波動に差がありすぎみたいな。ヘリ量も強い。うわー、行ってきます。はい、エスケンならなんとかいけると思うよ。お金、はい、お金入れよう。エスケンサガットはいい勝負になっちゃうのかな。エックスケンだとなかなか剣が厳しいはずですが。お、垂直強キックが置いてある。さあ今のはガードでいいな。あれ切れる。さあ寄ったところで多分どうにかエアス
下タイガーを置きたいんだよな、スタカットは。さあ、こんな感じ、そんな感じで、そんな感じで打ちたい、なるべく打ちたい、なるべく球を浮いておきたい。さーて、ゼロドット、ゼロドットで、今のはちょっとタイミングが遅かったですね。エッサガーじゃねえや、はい、サガットエスケンはいい勝負になっちゃうんですかね、多少あんまり変わんない、エスケンまでひっくり返っちゃう。どうだろう、ちょっとわかんないですね、これは。なんかひっくり返るまではあんまりいかない気が。だって寄ったところでこの辺でさ、急所でうわーってやって、あー、そういうのはある、そういうのはあるかも。でも、置き攻めぬるいからダメか。おー、キズネ一緒、いいぞ。しかし、しかし、出てくるのはしかし、DJ オーライ。さあ、あ、草くん、完全に手遅れです。完全に手遅れです。さあ、しゃがみジャックキック、あれはスライディングを潰す、なかなか効果的な技。実はバルログのスライディングも潰すほどの判定をします。さあ、これは譲れ勝たないと直樹がワンチャン生まれるというやつですね。さあ、しかしこの画面端、おお、2位、元気がいい。僕ね、上ショット結構好きなんですけど、 DJ に上ショットなかなかいいと思います。やり過ごすまでスライディングも出せないんですよね。さあ、スライディング、これはショットがかなりうまく機能している。うわ、足バレタイク惜しい。スライディングもらって、このダメージがでかすぎる。ここね、ブンブンボタン押してるだけでも強いですね。で、しずえ君のやってるアルヒダイアスは正解。しかし時間がない。いや、僕がいるね、僕が先だよな。俺とバイソン戦ボタンもやってたんで攻略は分かってます。直樹さん、よろしくお願いします。お願いします。これ DJ 有利、まあ、DJ 有利ですね。ですよね。だいぶ伊藤さんとか、はいはいはい、だいぶ詰め込みらしくて。そうですね。藤本さんとか基本的にこれは DJ の方が有利かなと。でも、はい、いけないわけじゃないんでバイソンも。そうですよね、はい。スタコン貯めて、スタコンを貯めての攻めが、いや、バイソンは有効。さあ、終わったな。何やってんだ。今ヘッドだったら終わってたんじゃないですか。グランドグランド。あーっと、ジャッキにスーパーオーバー。運がいい、2回転繋がりましたね。繋がりましたよ。さあ、あのエアスラに大ヘッドをぶち当てたいんですが、もしエアスラ打ってなかったら、はい、そのまま即死まであるんで、バイソンとしてはかなり、まあ、あんまりやりたくないですね。やりたくないですよ。 リターンはでかいんだけど、あんまりやりたくはない、うん、リスクの方がでかいんで、やりたくないですね。そうですね。じゃあ、ゲッタで、おー、大足ヘッドきたな。おい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 、取りましたね。おい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 、これで
俺か、頑張ってきてください。あれ、ナオくんで終わりでしょ、これで終わりだと思います。あー、スカリにやったっぽい。いやー、すごい、ちゃんとちゃんとつなげましたね。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。これあんまり面白くないんじゃないですか。言っちゃ悪いですか。まあ、そうですね、そうですよね。攻めたいか守りたいかでくっきり分かれるところではないかと。まあ、バイソン使い同士だったら楽しいんじゃないですか、はい、楽しいんですか多分。うわ、あー、引っかかった、引っかかった。これは、これはやばい。ヘッド、あれ、これこれで、あ、川本さん、川本さん、川本さん、66。え、あ、そうそう、川本さん、川本さん、竜で、竜で、竜で、なんでチュンリー、あれ、川本さんがチュンリーです。俺見たことないけど、俺全然見たことないんですけど。見たことないですよね。はい、サービスかな、これは。いや、でもまあ、でも分かんないですよね。そうです、なんか、あれかな、写真師さんっぽい感じなのかな。いや、多分違うんじゃないかな。あ、分かんないですけど。で、写真さん一時期使ってて、なんか結構やば、尖ってたんで、なかなかあれは困ります。だいぶ前ですよね。結構前ですよね。あー、今の大パンかな。さあ、これはわからないのかな。立ち回りで行こうとしている気が。さあ、おヘッドじゃなくて落とされて、いや、ヘッド、あー、なんか出ちゃった。あー、あれ、サービスでしたね。さあ、というわけで美穂、今ので直樹くんが7勝、ゆうずるさん6勝で直樹くんの決勝進出です。じゃけん、川田さん選んでいいんじゃないの。川本さん 1P、ナイフくん 2P、ね、これもまあ自由なんでしょ、多分。あ、まあ選ばないだろうけどね。川本龍対直樹バイソン、まあメイン同士ですよね。それバイソンすごい有利だと思ってるんですけど、川本さん見るとそう思えないですよ。いやー、結構いい勝負だと思いますよ。いい勝負ですか、うん、これやっぱり龍側もなんだかんだ殺しに行く動き結構あるんで。あー、いやー、これピヨッとやの運が悪いですね。結構竜巻めくりが分かんないんで、はい、あー、見えない。そう、結構いろいろやることはあるんで、まああんま関東の人やんないですけど。そうですね、ダウンしたら結構、ひどい電気いっぱいあるんで、そんなあんまり差がない。そんなにないと思います。あまりありませんか。バイソン DJ ほどじゃないけど、割と激しい内容になるやつが。逃げれんのあれ、やば。中ボスは、まあそうですよね、さすがにバレてましたね。何あれ、逃げれんのあれ、やばくない、やばくないあれ、遅い。まあそうだよね、ワンチャンすぎるってちょっとやばいね。さあ、ナオキくん一勝。さあ、飛んでいく、まだ飛んでいく、当たんない。中国ファイヤーハード、さあ、置いてあるよ、ファイヤーが置いてあるよ。
あれは届くの、牛戦もやっぱり先にゲージを貯めたいバイソン。それはもちろん、そうですよ、ね、それはもちろん。だって波動が打たれなくなるからね。そうですよね、もうあのいろいろ変わりすぎです、ゲージがあるないで。クレンジン出して、いやー使っちゃって、確定確定ですか今、わかんない、なんかしない、しない、マッツーさんがやったけ確定するみたいな技はなかったですか。呼んだとリバーサーオアシってことかな、ね、オアシ4でしょ、5だっけ、いやなんかすごい歩いてくるこの人、踏み込みがすごいですね、この人なんか歩いてくるよ、何が起きてんだよ、燃えた、いや燃えるんだね、あいやこれは分からん、いや早かった、ここに来て早かった、早かったですね。さあ早くリーチ、さあ途端にこれは乗ってきてるやつかな、止めた、さあヘッド投げる、あ、見てましたね、あ、スカル、スカって、いやー、打つよね、今何スカラしたの今、さあ、優勝は勢いで持っていった直樹バイソン、おめでとうございます、おめでとうございます、いやー、なんだよ今の、最後しゃがんだんですか、川本さん、最後しゃがんだ、いや、中足だった、あ、結構待ち、あ、普通に目の前で掴って歩いて掴んだんだ、 あれ掴んないでしょ、でも普通掴んないですよね、めっちゃ、目の前本当に多分ドットで掴った、あ ここで見てた感じは、はい、じゃあ何これ、草さんの草さんの、はい、草さん、はい、これでイベント、はい、終わり、まあいいや、なんか配信終わりですか、終わりです、はい、お疲れ様です、なんか適当に配信したい試合があればやりましょう、じゃあ何かないね、川本さんにやってもらいます、でもいいですが、はい、川本さん、川本さん、やります、やらないそうです、はい、よければよければやってほしいです、とりあえずカーマさんに配信台をやってもらおうみたいな雑なやつ、じゃあ俺も乱入しようかな、はい、あ、はい、じゃあサガット DJ は大丈夫ですか、サガット DJ はとりあえず持って帰る、いや、あとでちょっとやっていただくかもしれないです、まあ、よければやってください、はい、あの、思ってる以上にタイガーが、はい、エアスラのタイガーの出がかりがエアスラに負ける、そうですよね、すごい負けるんで、あれがやばい、やっぱそばっとで崩られないように歩いて打たなきゃならないですかね、いや歩かなくていいんじゃないかな、まあ、それよりは、はい、球を置く、弱タイガーを置く、でもあの寄られる前に球を置いておかないと近寄られないようにしないといけない、もう多分、はい、最近で分かってきたのは下タイガー見てから中足に切れるっぽいんですよ、先端でも、あ、はい、だから開幕ぐらいまで寄ったら DJ が一方的に なんとなく中足置いておくと、はい、一方タイガーが一方負け出る前に負けたり割とする、してましたねさっきの、そう
って端まで行って目の前まで寄っても、はい、見てから切れるんで、見てから切れる、ギリギリね、はい、だからもう普通に端にとりあえず寄らないようにして、はい、ひたすら下タイガーとか打って、はい、普通に対空で落とす、飛ばして落とす、飛ばして落とすをやるしかない。ないですね、 DJ 側めちゃくちゃいろいろできるのに、サガット側は飛ばして落とす以外でできることがないです。そうですね、 X はね、 S はすぐ球を置けるから、 S はやられが小さいです、下タイガーが違いすぎて、はい、結構スライディングも中央しも当たんないから、あの結構打てるんだけど、 X はフライ判定が先に出ますよね。 X さんもすごい簡単に当たっちゃう。そうですよね、そう、なのでもう、はい、ああなる前にもう打っておくしかない。ヤヤさんとかはどうしてるんですか。ヤヤさんは、はい、なんかうまいことを打って、うまいことですね、いつだっけな、何ヶ月か前に八重さんが海外行くってなった時に、なんか俺たまたまニュートンでやちょっとやってよって言われてやったら、はい、最初の20戦ぐらいはだいたい5分ぐらいだったけど、その後俺9連敗ぐらいして、マジっすか。でそこで倒したら、はい、お、こんなもんだなみたいな感じでやめちゃ、終わっちゃって、あ、リベンジできるみたいな。八重さんらしいですね。はい、だから八重さんクラスだと勝負になっちゃうのはやつ、この間はなっちゃいました。ああ、数値的には7-3ぐらいですぐらい、まあそれぐらいあると思う。八重さんを除いたらそれぐらいついちゃうと思う。そうですよね、ジャックジャックナイフで、はい、ジャックタイガーを崩られると一定戦が逆転するじゃないですか。そばジャックで避けた後も状況が悪い。いや、端だったら、はい、そのまんま大のタイガーとかを打っちゃって、はい、あ、ジャック打たない方がいい。大でいいんじゃないかな、まあ、ジャックでもいいけど、その打つときに、はい、スライディングが届かないっていうのをちゃんと把握してるのが重要で、ああ相打ちだと痛いですね。届く間合いだったら、はい、上にするとか、一回打ちやめるとか、そう、本当にもうギリギリ何中足大足をすからせつつ打つっていうのをやる。そう、まあ、ガエルだったら結構それできる人いるけど、 DJ にもそれをやらないと難しいですね。勝てないですか。なんかそばっととかすからせほんのちょっと遅らせて前そばすからせて下台かみたいな、あると思うんだけど、ああいう感じのちょっとずつダメージを取っていく感じで、え、ちょっとずつダメージを取っていく感じで、そう、それはもうそう、そうですよね、どう考えても一気に取れるところはないんで。そうですよね、エアスラに見てからジェノサイドはほぼ多分できる人いないと思うんで。できないですね、開幕の前でできないと届かないから。あ、波動拳みたいに手がそんな前出ないんで。リジェは出ませんよ、リジェは出ない、はい、ソニックと変わんないように。でもまあ、開幕はまあ、開幕は大パンか、はい、スライディングを待って大足でキック以外はガード、ガードですか。とりあえずガードして、はい、あとはいつ飛んでくるのかなゲームをするしかない。だ本当に飛んだ時だけ打ってないをやるしかない。そうですね、極論あれじゃないですか、殺しきるの難しいんじゃないですか、サガットが、はい、殺しきるんじゃなくて時間待ちで勝つような感じに、時間切れで勝つような感じになるんじゃないでしょうか。そうね、まあだからこっちのそういうスライディングとか飛びが通用しなかったらやっぱり迷っちゃうから、そういう流れを作る。まあガエルも多分そんな感じだと思うんだけど。そうですね、とてつもなくシビアなガエル戦みたいな。あ、近いものがあります、ね、まあ、そう。だ多分でもやっぱり見てからどうこうはできないから、はい、相手の
エアスラの癖を 見るのがいい。エアスラの癖を見ながら間合いも見るっていうのを多分やる。で、端々で飛んだ時は下体が打ってたら DJ のジャンプ強キックは届くけど、打ってなかったら届かないんで、はい、そういう状況だったらちょっと高くはちょっと歩いて大足、大体足、端足のまま大足は確か届かないはずだから、少しだけ歩いて大足、うん、ほんのちょっとだけ歩けば届く。わかりました。ので難しいです。まあ大足体育、オアシタイクでだけで済むんだったらそれが一番いいんだけど。そうですね、でもまあできればアッパーカットで落としたいですよ。アッパーカット、まあそれはそうです。で、まあでも台足の その前まで行ってると確実にもうタイがほとんど打てない。やっぱそうですか。タイが打てないぐらいまで近くないとやっぱ根元アッパーカットにならの前になってないから、まあ台足タイク安定、安定というか、そこまで前出るぐらいなら普通に下台が押した、球で押した方がいい。そうですね。なるほど。で、そう、一応状況的には画面足まで行っちゃうと、はい、DJ が追い詰められると一応やることなくなる感じにはなるんで、ラインを上げていきたいです。そう、エアスラは打てるけど、エアスラにタイガーでエアスラをガードしてるんだったら別に端から逃げないんで、まあ、はい、端から逃げない現状維持にはできるんで、そうです、ね、それでちまちま、まあ、その状況だったら多分結構タイガーは打ちやすいやつなんで、はい、難しいですよね、結構スーパーむずいですね。あの逆線やってって言われて多分できないです。できないです。一番できない。ヤヤさんが言うには、あの DJ 戦の方がガイド戦より やりやすいみたいなこと言ってたんですけどなんでだろうな、ちょっとわかんないです。まあ多分その打つ隙間はガイルよりあるっていうことなの。あ、そうかもしれないです。多分 見る間合いが少ないんだと思う。あのまあまあ、総裁後にあの細かくないというか、総裁後に何か入ったりしないですよね。そうそうそう、そうですよね。それを言っているだけで多分、うん、楽ではないと。まあ楽ではない。まあ一回離れて、はい、一回端足になっちゃえばガイルみたいに、あの何、ジャック打ったり台打ったりちょっと待ったりは、まあ、端足だけは変えると同じようにできるはずなんで、はい、まずそこ、うん、そこは多分慣れれば、うん、それ以外はまあ違うけど、まあ、まあその寄ったら多分そういうスライディングとか中足のギリ後に球を打っていくみたいな、はい、でそれってだから DJ 側が歩いてるから、はい、歩いてる、ガイル側は下がっておくみたいなでギリギリ近くみたいな、まあ、多分リュウとかケンにもやると思うんだけど、まあ、まあこんな感じね。とりあえず多分最初は、はい、最初は中足スライディング、このタイミングだとタイガーも負けちゃうっていうのをまず覚えて、はい、それを覚えるのが最初かな。ラゴンを透かしたところにタイガーショットを打つみたいな。そう、そういうことですね。そう、一回だからそれでタイガーをガードさせられればそのまま打てる、押せますよね。そう、はい、もらわずにまず置く、はい、あとは道理が変えると同じように立ち回るしかない。相当修練しないときついですね、はい、難しいと思います。難しいというか わけわからんというか、サガットは使われるんですか。ユーズルさんはサガット使うんですか。サガットは残機戦ぐらいしか、そうですか、あの下タイガーは打てないです。
タイが打たなくていいやつは、はい、いいよ。できます。いや、なんか、ガエル、竜とかガエルとか DJ にはできないですね。難しいですよね。難しい。やっぱりあの距離が難しいですよね。まあ、間合いの作り方というか、サガットが一番勝つの難しいんじゃないかな。ある意味キャビンより難しいと思うんだよ。あ、そうかもしれないですね。一番最もダメージを持っていく手段がないキャラだと思う。サガットはキャビンはなんだかんだめくりとかクーリガンからいろいろとかがあるから、はい、と思うけどな。でもあ、うん、サガットの方が弱いキャビンより。それはちょっと難しい。うん、まあそれは相性だから単純には言えないけど。言えないですか。まあ別にそれで、うん、まあでも同じぐらいじゃない。同じぐらいですか。そう思う。はい、やろっかな。わかりました。まあそんな感じですね。まあ DJ そもそもいないと思うけど、あ、ゆずりさんに後でまあよろしければやっていただけると。ああ、今やる？ああ、どうし、今、俺もうなかなか来れないんで。わかりました。じゃあ少しお願いします。はい、やりましょう。はい。
Yeah!
Fight!
Oh!
Perfect! Round two!
Thank you.
大悟はやってません。さあ配信はここでストップします。皆様ご視聴ありがとうございました。また来週。